宇都宮市が市内の精神科病院の不適切な医療行為を調査で確認できているのに適切な指導を怠っているとして市の元職宅医らが宇都宮市などに行政指導を求める申し出書を提出しました申し出書を提出したのは宇都宮市の元職宅医で精神科の浅信康正医師で今日代理人の弁護士とともに記者会見を開きました 朝医師などによりますと宇都宮市がおととし法律に基づく個別指導を精神科病院に対して行った際必要がないのに入院治療が行われているなど不適切な医療行為が複数確認されましたが市は病院に適切な指導を行わなかったということです。生活保護法は不必要な医療費の支出を確かめめるため 自治体が精神科病院などに調査・指導するよう定めていますが、淳信医師は不適切な医療行為を放置しているとして行政手続き法に基づいて宇都宮市と国、県に行政指導を求める申し出書を提出しました。ここれらのような病院を放置することは 精神医療上極めて不適切であり改善させる必要があるかと思っております申し出書が提出されたことについて宇都宮市は内容を精査した上で法律に基づき適切に対応したいとしています